定づけたように思う。大久保新平は無罪とされた。しかしそれからわずか一月後、旦那姿に変わり果てた。しました。いいえ、何でもありませんよ、事務次官。しかし3年ぶりにお会いします、木戸さん。今もセンター長でいらしたんですね。確かに見覚えがあるな。でも前より随分やさぐれたか。今は神室町で探偵をやってます、八神です。腹が立つよ。あの時は君のせいで、ミスミス寺沢君も。そうだろうしょう。誰にも止められなかったんです。私がもっとしっかり証言できていればよかった。正野さんでしたか。それで今日はここで何を。ある殺人事件の調査をしています。ぜひご協力いただけませんか。昔のよしみで。ああ、そういうことか。分かった。ご苦労さん。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は正野だ。さっきのあの正野さんですか。まあ結局何の用だったかは分からずじまいだろうね。電話があった時正野は席を外していたし、その新谷さんの伝言は残さなかった。でも何か心当たりは。さあ、正野は新谷さんと面識がないと言っている。だから電話が来た理由も分からんと。本当に、はあ、私も正野もアドデックナインの論文著者だよ。これでも随分名が知られるようになってね。赤の他人が友人や親戚と名乗って連絡をよこすこともある。新谷さんもそういう手合いじゃなかったのかね。新谷を殺害した犯人は神室町でモグラと呼ばれてます。これまでに他にも3件ヤクザの目をえぐって殺してる。その事件はご存知ですか。ニュースくらい。モグラがこちらのセンターと関係してそうなこと。あ、思い当たることは何もないね。そろそろいいだろう。もう協力できることはないよ。あの、お待ちください。困ります。あなた方。黒岩と言います。神室署組織犯罪対策課。こちらへ。ある事件の重要参考人がお邪魔している。お前のことだぞ、八神。ん？新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。なんだと。僕らの新たな犠牲者となった新谷弁護士、その生前最後の通話履歴から八神を破滅させた3年前の事件がよみがえる。病院から連れ去られ山に埋められた入院患者、八神の弁護で罪を免れた容疑者大久保新平は、そのわずか一月後、包丁で刺した恋人寺沢恵美に火を放った。
新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。何だと？源田法律事務所の星野と言います。刑事様、これは任意の同行ということですね。ええ。八神さん、どうします？お断りします。何？では、そういうことですので、お引き取りを。大事にしたくなきゃ一緒に来た方がいいな。今だから任意ですんで。そんな脅しは弁護士に通用しませんよ。あの、よそでやってもらえませんか？私も暇じゃない。法廷から逃げ打った弁護士には通じるんだ。叩きゃ埃だらけだしな。おとなしくついてこい。札なんか取ったらこっちも引けなくなる。取れるもんなら取ってこい。俺を疑う根拠どうせ何もないんだろ。なきゃ作ってやろうか。おい、よそでやってくれ。後悔するぞ。黒岩さん。君らも出て行け。その前に蝶野さんと話をさせてもらえませんか？なんで新谷から電話がかかってきたのか、そのあたり。だから蝶野にも心当たりはないんだよ。さっきそう言ったろ。もうお引き取りを。わかりました。お忙しいところどうも。なんかいろいろ妙なことになりましたね。あの刑事、八神さんを重要参考人だなんて。ああ、何言ってんだかわからねえけど、それより俺らがここに来てることがなぜか筒抜けだったな。そういえば警察はどうやって僕らの居場所を。さあな。それより今は正午だ。せっかくここまで来たんだし、なんとか直接話がしたい。ですね。どこで会えるか受付で聞いてみましょう。いらっしゃいませ。あの、さっきセンター長室にお邪魔してたものです。え？ああ、はい。何かお忘れ物でも？いや、急で恐縮なんですが、実はアドデックナインの蝶野さんともお話ししたくて。どちらに伺えば会えますか？それですと、開発研究棟ですね。異常タンパク質の研究フロアだと思います。あ、もしかしてゴールドのカードキーがいるとか？ええ。でもセンター長の了解が取れればお貸し出しできます。ちょっと聞いてみますね。失礼ですが、もう一度お客様のお名前を。あ、なら悪いからいいです。木戸さん、さっき忙しくしてたから。また出直します。いいんですか？センター長の耳に入ったら絶対止められますもんね。でも一応正野の居場所は分かった。ええ、案内掲示板か何かあれば。Thank you.
hailing should be a whole lot easier now.確かこの4階フロアに枠老人の病室があった。これは怪しい。セキュリティゲート、ここから奥が開発研究棟か。あの、すみません。何か。こちらの女性がショーノのスタッフで、ちょうどこれから開発研究棟へ戻ります。え？橋本と言います。もしよかったら私がショーノのところへご案内しますが。いいんですか？ええ、ぜひお願いします。よかった。今ちょうど橋本さんがここを通ったものですから。ありがとう。ではこちらへ。どうも助かります。八神と言います。僕は源田法律事務所の星野です。ご親切にどうも。いえ、センター長のお客様ですから。ここはとにかく広いので案内もいるでしょうし、ご不便をおかけしてます。あ、別にそん。橋本さんはここではどういう。アドデック9の開発ユニット所属です。そのユニットリーダーがショーノで。といえばアドデック9ってどういう意味なんですか？アドデックは先端創薬開発センター、アドバンスドドラッグデベロップメントセンターのイニシャルです。そこで開発される9番目の薬なので。だからアドデック9か。認知症ってまだ治す薬がないんですってね。今は病気の進行を抑えるのが精一杯だとか。でもだからアドデック9は期待されているんですよね。アルツハイマーを治せるって。ええ、日本で認知症の方って何人くらいいるかご存知ですか？多分何十万か100万人超えてるんですかね。ええ、2012年の時点で462万人です。そんなに。これが2025年には700万人、予備軍を含めると1300万、国民の9人に1人です。でも今の時点でもう施設はいっぱい。60過ぎの方が認知症の親を家で見てるとか、そんなケースもザラです。さらに世界で見ると2050年の認知症患者は
1億3500万人。つまり、アドデック9が救おうとしているのは、全世界の未来なんです。僕らさっき、木戸さんに結構失礼な口聞いちゃってましたよね。まずかったかな。センター長は多分、歴史に名が残る人ですよ。3年前から随分出世したんだな。道理で偉そうにしてた。こらこら。あちらにショーノが。じゃあ、私はこれで。ショーノさん。八神さん。なんで、どうやってここに。少しだけお話を伺いたいんです。いや、困りますよ。センター長は知らないですよね。どうされました？一ノ瀬さん。いや、その正吾さんが大声を上げるなんて珍しい。あんた、さっきロビーで見たの。私は一ノ瀬と言います。厚生労働省の者でしてね、アドデック9への政治的な支援をしています。木戸さんはあんたを事務次官と。正野さんが迷惑がられてます。お引き取りは。事務次官っていうと官僚のトップですよね。役人ならあんたの言うことを聞くんでしょうが、俺は違いますよ。なるほど。正野さん、少しだけお話をさせてください。それが済んだらすぐ帰ります。困るんですって、センター長のいないところで。新谷は何であなた宛てに電話したんです？だから、新谷なんて名前聞いたこともないんですよ。大事なことなんです。何か心当たりがあるはずだ。何もないって。もうお引き取りください。センター長に連絡します。わかりました。じゃあ最後にあと一つだけお願いします。新谷弁護士は殺された後、犯人の手で両目をえぐられていました。それ以前にも神室町で似たような事件が3件起きています。正野さんはその事件のことを知っていますよ。もちろんニュースで見ました。それでも新谷から電話を受けた心当たりは。本当に何もない。ありませんよ。もう仕事に戻らせてください。あんたらここで何してるんだ。センター長、もう帰ったんじゃなかったのか。こそこそ何をやっている。新谷からの電話について話を。正野は何も知らないと言ったはずだ。ご本人の口からはっきり確かめたかったんです。君、セキュリティに連絡を。もう帰りますよ。行こう、星野君。弁護士会には大臣の名前でクレームを入れておきますよ。大臣？厚労省の。おお、風見大臣はうちの新薬に大きな期待を寄せている。きっと君らの行動をお気に召さないと思うね。結局分からずじまいでしたね。新谷先生がなんであの正野さんに電話したか。八神さん、厚労大臣がどう思うって話は最近神室町でも聞いた。はい。いつだった。あれは誰と話した時に厚労大臣の名前が。
ためからだ。テンダーで飲んだ時、あいつが話の中で風見大臣の名前を、確か初めはなんで関西の教令会が神室町に来たのかって話だったんだ。教令会は梶平って大手ゼネコンに使われてるらしい。で、この梶平が一時期都内の再開発を計画して会長自ら根回しに動いてた。その交渉相手の一人が厚生労働省の風見大臣。はあ、けど都市開発だったら国土交通省とかじゃねえ。厚労大臣なんてお門違いだろ。何を根回しすることがある。確かにそうですけど、それってうちの事件と関係ありますかね。わからないな。梶平と風見が会って何を話していたかによる。それならうちの梶平担当が調べられるかも。ん？杉浦さんですよ。元梶平の社員だったんですよね。それだ。なるほどね。じゃあ梶平と風見大臣のつながりが分かればいいの？ああ、杉浦の方で何か探るっつってよ。どうかな。でも調べてみるよ。助かる。そっちはまだ創薬センターだよね。少し時間くれる？何か分かったら電話するから。八神さん、僕は一旦事務所に戻りますね。沙織さんからメールが来てました。今服部って記者が押しかけてきてるそうなんで、八神さんに取材したいって。え？新谷先生の件を嗅ぎ回ってるみたいです。僕が代わりに追っ払っておきますよ。星野君は源田事務所の次期エースだな。いや、いいですよそういうのは。本当に。ん？僕期待されたり責任重いの嫌なんで、だから誰かの2番手でいるのが一番向いてるなって。じゃあいつ独り立ちするんだ。ずっとしないですよ。僕は一生このまま一流の2番手でい続けたいんです。それじゃ。I think I remember this. Hey. I'm not gonna bother with it. Yeah!
よ。アボ、カイト、カイト、相棒。I think it's funny how Mari's always here. She's just always drinking, if not gambling.
がとうございました。I just don't like fighting that gang. They're very tough. Alright. I'll make the next episode once I'll see you next time.